アウディ松山インター。 駅名指定徳重健太です。今日はアウディ Q5 スポーツバッグを紹介させていただきます。福杉選手、はい、早速なんですけど、はい、お車見た第一印象いかがですか？かっこよすぎっす漏れるような本音がかっこよすぎです。特にどんなところがかっこいいと思われますか？いや、全体的にやっぱりかっこいいんですけど、まずこのグリルですよね。こう一目でアウディの車って分かりますし、綺麗です。綺麗とかっこよさと、なんか貫禄もあって、徳重選手すごくお似合いの車だと思うんですけども、横に立っていただくといいですね。絵になりますね。すごいですよね。この幅があって、と正面から見て存在感がすごいあるというか、でも意外と男性だけじゃなくて、かっこいいだけじゃなくて女性らが乗っていても、品がやっぱりすごいあるので、うん、男性も女性も正面から見ただけで気持ちが高ぶる車なのかなというふうに思います。いいですね。福重選手が気持ちが高ぶる車、すごいいい評価だと思います。高ぶります。高ぶってますサイドラインも行きましょうか、はい、この青も綺麗ですね。綺麗ですよね。体も綺麗だし、やっぱりここにこう、ここからこういうのがこう入ってると、やっぱますますボディのシャープさが際立つのかなと。映像を通しても影がついているのが皆様伝わっていると思います。エッジが入ってますね。このフォルムはいかがですか？フォルム…これしか出てこないですけど上の屋根のところがそうですよね。そうですよね。これ今 SUV のクーペスタイルっていうのは結構人気だと思うんですけど、その中でも本当になかなかない形の綺麗さというか、あの街中で走ってたら誰が見てもおってこう目を引くような形になっているのかなというふうに思います。実際僕もあの練習中、さっきちょっと横走ってる時に、はい、一瞬目を奪われてしまって、あの徳重選手すらも目も奪ってしまうような。この選手、この青のカラーリングって徳重選手的にはいかがですか？好きですね、青色ですし、本当さっきもそうなんですけど、なんかこう品があるじゃないですか。すごくなかなか青って言ってもいろんな青があると思うんですけど、こういう綺麗な青色ってなかなかないんじゃないかなっていうふうに思って見てます。アウディならではのカラーリングということで、それですね。ホイールもすごくいかつくて、そうですよね、ホイールも存在感あって、さすがスポーツタイプ。福士選手、後ろの方の特徴もご紹介いただけますか？そうですね、もうこう後ろ見ながらずっとお茶できそうなって思いながら、今お茶が進むぐらいのご飯じゃなくて、そこがお茶のところが品があるというところですね。そうです、そうです、そういうことです。ずっと眺めてあれるし、目の前にあるだけで気持ちが落ち着いたり高揚したり、すごいいい雰囲気に、うん、もうすでになってます。いいですね、はい、見た目もこんなに美しい車なんですけど、機能面も素晴らしいんですよね。そうなんですよね。機能面も開いちゃうんですなんとこれ開いちゃうんです。今日みたいな雨の日で、ね、手が塞がってる時でも、もうドアこれで開けちゃうんで、
これで荷物を置いて、中もボリュームたっぷりですね。たっぷりです。これだけ乗せられたらスポーツタイプ。そうですね、クーペスタイルってなると荷物がどうなのかなっていう風に思いがちだと思うんですけど、これだけ広さがあれば全然問題ないのかなっていう風に思いますね。アウトドアも十分お楽しみいただけるサイズ感ですね。思いますね。こっから見るこう運転席とかもまたかっこいいです。綺麗です。なかなかマニアックなマニアックなポイントですけど、こういうのは美しいですよ。ね。うん、この見方は確かに綺麗ですよね。さりげなく一発で成功しましたね、オープン。ああ、ありがとうございます。あまたの選手が苦戦してきましたが、さすがキャプテン。締めるのもこう、はい。ああ、スムーズに。いや、ここまでベタ褒めですけど、ベタ褒めしかないです。早速、乗ってみますか。はい。そしたら、運転席の方にお願いします。はい。おお。思わず声が漏れてましたけど、座り心地いかがですか？最高ですね。いや、まずその今、外のドア開けるときのドアの感じが、すごい開けやすかったなっていうのが、もうこんな細かいところもやっぱこだわってるんだなっていうふうに、びっくりしました。細部までこだわりが行き届いてるんですね。こだわりが、はい。内装、いかがですか？いやー。まあ、今僕練習後なんですけど、すごいリラックスできますね。はあ、何よりですね。徳重選手好みの空間だと。なんといってもやっぱこの品のある上質感がすごい溢れてるインテリアが、ほんと気持ちをリラックスさせてくれますね。豊富なキャリアを持つ徳重選手がそれだけ褒める車であると皆さんに褒め言葉しかないですよ。サポーターの皆さんによく伝わっていただいていると思います。ナビも大きいですね。ナビ大きいです。そしたらせっかくなんで、はい、ちょっと試乗してみますか。いいですか。今今日雨降ってるんですけど、はい、めっちゃ静かですよね。あ、そうですね、車内すごい静かですね。車内静かですよね。すごく品がある。あー静かだな。 ETC カードが挿入されています。すごいな、これディーゼルなんですよね、はい、車自体が。音が全然気にならないし、ほんと静かですね。ここも本当に上品なお車、上品です。はい、成熟性もすごいです。そしたら少し徳重選手とファンの皆様、ぜひちょっとしたドライブを楽しみいただけたらと思います。これでいいな。ハンドリングどうですか？滑らかだな。滑らか滑らかだな。結構お車お好きですよね、先ほどは。そうですね、好きですね。徳重選手がお車を選ぶときってどんなところがポイントになりますか？結構たくさんあるんですけど、やっぱ見た目にも、はい、なんかかっこよかったり、はい、こういう品があったりっていうのも大事ですし、はい、乗り心地もやっぱあの体が資本なので、はい、疲れにくいシートだったり、乗ってて気持ちがいいっていうところもこだわりますね。そういった徳重ポイントはこの車クリアしてますか？いやいや、もう余裕で余裕でクリアします。徳重選手公認の車であると。でこちらのこの撮影の皆様にお聞きさせていただいているんですけども、はい、この上品なノイディの車で愛媛 C の誰かとどこかに出かけるとしたら、わあ、なるほど、行ってみたいですか？そうですね、いやー、やっぱりちょっとキーパー陣で、はい、おしゃれなカフェ行きたいですね。なかなかすごい絵面に見えそうですけど。キーパー陣でおしゃれなカフェ行きたいですね。
まあでも皆さん乗ってもこれだけの空間があったら、そうなんですよ、はい、ゴールキーパーの皆さん背高いですけど、なかなか、これこっちですか、そうですね、回っていただいて、なかなか、ちなみにキーパー陣、皆さんあの練習の外だと普段どんなお話されてるんですか。外ですか。はい、まあでもやっぱその日の練習がどうだかっていう話がどうだったかっていう話とかが、まあ、今多いですかね。はい、もうじゃあサッカーの話皆さんで詰めてらっしゃるんですね。そうですね、いや本当に運転しやすい。福重選手から見てキーパー他の選手たちってどんな選手ですか、どんなキャラクターなんですか。例えば辻選手ってキーパーチームの方ですか。シューはもうザ・キーパーですね。おー、まあ、やっぱり人間的にもすごいしっかりしてるし、練習とかも本当とことんこだわって、はいはい、やっぱすごい向上心持って練習してるし、はい、自分も見習うところがたくさんあるなと思いながら一緒に練習してます。黒川選手はいかがですか。来平ですか。はい、来平は自分と20個ぐらい違うんですよね、はい、と息子のような息子のようなで持ってるものは本当にすごいので、はい、やっぱあの身長の高さとか、うん、大きさの輪切りに結構動けたりもするんで、はい、本当いいもん持ってんなこいつっていう感じでやってますね。近くの糸橋選手、はい、寮生もやっぱり、まあ、ポスレずっと、ね、やってたり、はい、もうプロ経験している選手なので、やっぱ周吾と同じように本当向上心やっぱすごい高いですし、はい、まあ、練習取り組む姿勢だったり雰囲気っていうのは本当自分自身も主婦も同じですけど、プロの世界でやってきたそういう雰囲気の中でいい雰囲気を持って一緒にやれてるなというふうに思いますね。そうか、徳重選手今の話の中で学びがあるとおっしゃってたので、徳重選手自身のさらなる進化も今シーズン楽しみですね。そうですね、見せていただけたらと思います。ちなみにあの休日って何かされてますか。ご趣味などございますか。僕結構そう運転するの好きなので。あ、そうなんですね。まあ、なんで愛媛の中ではもうどこか行ってみました。いや、まだ家族が結構来たばっかりなので、はい、必要な家に必要なものとか、うん、スーパー富士山とかにあるのさすが下沢さん。いやいや、もうめちゃくちゃお世話になってるんで徳重家ありがとうございます、はい。コロナが落ち着いたらぜひご家族で。そうですね、いろいろ楽しみたいですね。はい、行きたいなと思ってますね。フィールドプレイヤーで特になんか仲のいい選手とかいらっしゃいますか。そうですね、まあみんなでも仲良くしてくれますね、フィールドの選手も、うん、チームワークがいいですね。すごく、はい、そこはやっぱキャプテンがしっかりチームを取りまとめてるから。いや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 、もう入っていただいて、はい、元のところに組んでいただけたら。可愛がってもらってます一番おじさんなんでキックオフフェスタでもあのファンの皆様にも垣間見えたと思うんですけど、うん、すごくあの愛されてますよねみんなに可愛がってもらってますすいません、大体の場所で大丈夫なんで。これ、はい、めちゃくちゃ運転しやすいですね。あ、違いますか。違う、こんだけこう結構大きいじゃないですか、はい、大きさ感じないですよね、うん、短いドライブでしたけども。いや、びっくりして、この自分の思うように車が反応してくれるっていうのが、はい、反応がすごいなと思って。前も見やすいし、結構あの細い道でジグザグだったんですけど、うん、全然揺れずにというか、そうなんです、滑らかに出ていただきましたね。いやすごいな、すごいっすね。この車ね、また海沿いとかドライブしてみたいですね。あ、行きたいな
シャレなカフェね。キーパー4人で行きたいですね。その絵をちょっと配信したいですね。はい、楽しみです。いつかちょっと企画でできたら、はい、キーパー座談会やりましょう。まあ、いいや、お願いします。お願いします。ちょっと名残惜しいんですけども、はい、不思議選手、最後に今シーズンからの戦いに向けてファンサポーターの皆様へ意気込みをこちらのカメラの方にお願いいたします。はい、そうですね、目標は本当にはっきりしているので、やっぱり J3 を優勝して J2 をまた J2 の舞台に戻れるように、チーム一丸となってやっていけるよう僕自身も頑張っていきたいと思います。皆さん一緒に戦いましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。最後にアウディ松山インター様のご紹介もお願いいたします。アウディ松山インターさんで、今日僕が紹介させていただいた車だったり、ここにも魅力のある車がたくさんあると思いますので、今車のこと気になっている方がいらっしゃったら、ぜひ、足を運んで見ていってください。本日は徳重選手ご紹介いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。アウディ松山インター。